そしたら本日はまず自律神経失調症についての話から始めていこうか。自律神経は私たちの体の自動的な機能を制御する神経であり、心拍数や血圧、消化体温などの調整に関与しています。自律神経失調症では交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、これによって様々な症状が現れることがあります。具体的な症状は人によって異なることがありますが、一般的なのは、以下紹介していきます。手挙げてな。交感神経優位の症状の人で、頻尿や尿意の増加、不眠や睡眠の浅さ、大丈夫？頭痛や緊張感、不安や焦り、イライラ感、血圧の上昇や動悸感、発汗の増加、この辺があると自律神経の中でも交感神経優位になってしまってる感じ。では、次、副交感神経の優位な症状。疲労感や倦怠感、食欲不振や消化不良、めまいや立ちくらみ、心拍数の低下、血圧の低下、便秘や下痢。自律神経失調症の原因は明確には分かっていませんが、ストレス、不規則な生活、遺伝的な要因、他の病気の合併など、いろんなものが関与している可能性があります。で、今なんでこの話をするかというと、やっぱりこう季節の変わり目で皆さんの、温度、体調管理の変化がやっぱり波があったりするんで、自律神経失調症とかになりやすかったりするんで、今ちょっとこの話してます。自律神経失調症の管理や治療には以下のようなアプローチがあります。生活習慣の改善、規則的な食事、十分な睡眠、ストレス管理、適度な運動などを心がけます。まあこれはまあよくある話やね。あとリラクゼーション法やね、瞑想や深呼吸、ヨガなど。だからヨガとか瞑想や言われたら難しい話かもわからんけど、皆さんには深呼吸の方法は言ってあるんで、深呼吸してもらったらやっぱ自律神経ってこう調整できるようになってきます。あと、薬物療法、これはねお医者さん等々に聞いてみてください。自律神経失調症には個人によって異なる症状が現れることがあります。もし症状が気になる場合は専門家に相談することをお勧めします。自律神経失調症の管理には時間がかかる場合がありますが、適切なケアと生活の改善によって症状の軽減や管理が可能なことがあります。だから完全に治ることって難しいかもわからんけど、上手に付き合うことは可能ですよって言うてます。なんでやっぱり今言った症状なんかちょっと気になる人なんかいたら、やっぱり専門家の方に聞いてみてください。自律神経って生きるために必要な機能なんで、命に関わることもあるんで、その辺はご自身で一回見直してみてください。